私、農会センター新潟校、の矢野口と申します。私は現在、中学生の、数学理科を、主に担当しております。で、私の、自己紹介も兼ねまして、少しちょっと私自身の話を少しさせていただこうかと思います。私自身、中学高校の時は、おそらく親にしてみるとものすごく扱いづらい、子だったんじゃないかな。多分中学高校ともう思い返してみると、親と口を聞いたというのはあんまりなかったんじゃないかなというふうな、ことを思います。それぐらい、もう超思春期を迎えてたんですね。で、そういった中で、勉強であったり部活、学校生活、そういったことに本当に一生懸命、目の前のことに一生懸命になることだけで、将来に対して夢とか、展望とかそういったものを考える余裕っていうのは正直なかったような気がするんですね。ただ、そんな中でも、6年間、中学高校と勉強は不思議とというか、そんなに、おろそかにすることなく一生懸命頑張れたなというのを感じるんですね。将来こういうことがしてみたいからとかそういうことは特になかったんだけど勉強はできた。で、その一つの理由として、今から思うとですね、当時はそんなことは思ってもなかったと思うんですけど、やはり、父親母親、に、褒められるということがものすごく多かったような気がします。で、それでも褒められて嬉しいとかそんな表情というのは、もう思春期を迎えて親から言われることが鬱陶しくてしょうがない、そういうふうな状況でしたから、褒められてもうんみたいな、不愛想な返事をして返してしまう。ただそれでも、親は一生懸命、応援するというか褒めてくれるというかっていうふうなことが結構あったような気がするんですね。で、ある時ちょっと学校でテストがあった時に、数学をでちょっと苦しんだ時期があって、で数学をだから一生懸命頑張って、そしたら数学の成績がぐんと上がって、全体の成績もこう上がって、で、それを学校の先生が、評価するというか見た時に、全体の成績は上がったけどもこの国語はどうにかならないのか。今度は、私としては数学を頑張って全体の成績を上げたのである程度ちょっと褒めてもらえるのかなと思ったら、一切それには触れてくれず、その国語というちょっと落ち込んだ科目について指摘をされてしまって、で、当時はどういうふうに感じたかっていうのは分からないですけども、少なくともちょっと悲しかったなというふうなことを感じたんですね。で、何を、申したいかと申しますと、やはり頑張る動機っていうのに、例えば自分が将来こういうことをしたいとか勉強はやっぱりやるべきだとかそういったことはあったとしても、勉強を続ける上で、身近にいる人の、そういった支えというか、些細な言葉がけとかそういったことっていうのがすごく大事なんだなって自分ながらにして思うんですね。で、今実際今度は子供の前に立って、指導する側に立っていくと見えない部分っていうのがたくさん出てくるんです。で、ふと気づくと、こういうことがあるんだなっていうことが結構あって、どういうことかというと、今私がお伝えしたようなことで、子供っていうのは大人の評価っていうのをものすごく気にしている、もしくは期待しているじゃないかなと思うんですね。例えば、我々は毎週ダイアリーであったりとかノートを、回収してコメントを書いて返してあげたりする。で、そうするとこれはどの学年でもそうです。小学生も中学生も中学3年生もそうです。返した瞬間にそのコメントをパッと見るんですね。で、私もある程度、なんというか褒めちぎったいっぱいこう褒めちぎった後、それを目の前でパッと見られると、ちょっと照れくさかったりするんですけども、でも子供たちはもうほんならお構いなく、
何書いてくれたんだろうってすぐ見るんですね。そのくらいやはり何というか、我々がどう思っているのか、どういうふうなことを、努力に対して、どういうふうなことを感じているのか、考えているのかっていうことは子どもたちにとってはものすごく大事なことなんだな。なので、例えばテストの成績とかが上がれば、テストの成績が評価につな評価ということで分かりやすいですけども、でもこれから中学3年生、であれば、まあ、毎回、成績を上げていかないといけないという状況にあるんですけども、多分成績は簡単には上がらないと思います。周りのみんなが頑張るので自分だけ頑張るっていうわけではないですから、だからなかなか成績が上がらない。そんな中でどういうふうに次に向けて頑張る、成績が頑張っても成績が上がらないのにどうやって頑張るっていうところで、まず一つ、保護者の方、お家の方のそういった言葉書き一つで本人の、動機というかやる気というのに大きくつながってくることは多々あるんじゃないかなというふうに感じます。はい、ちょっと前の時間が長くなりましたが、それではこのスライドの方を進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。でまずは、入試動向、それから新入試制度を含めた入試制度について話をしていきたいと思います。でまずは公立高校の入試結果なんですけども、まず表記として、平成26年の入試というのは現在の高校1年生が受けた入試です。それから平成27年の入試というのが現在の中学3年生がこれから受ける入試のことというふうに、ご認識ください。はい、ではちょっと字が小さくて見づらいかもしれませんが、こちらに、載せてますのは、県内 の, あの市内のですね、4つの高校の、倍率を平成24年左から平成24年度から25、26という推移を、載せています。で、簡単に、どういうふうな傾向があるか、でまずは新潟高校と新潟江南高校の普通科の数字が、比較的似ていて、推移の仕方も似ているというのが、見てわかると思います。それから新潟南高校の普通科と、新潟高校の理数科ですね、ここの数字とここの数字ですねが、比較的数値として、それから推移の仕方として似ている、そして新潟南高校の理数科に至っては、非常に倍率としては 高くて、なおかつさらにこう上昇を続けているというような状況です。で、新潟中央高校は、数年前、1倍を割るという年が、続いたんですけども、ここ数年の中で倍率が、回復してきて、で1倍を、大きく上回るというのが前回の入試の結果でした。はい、ではここから、早速その新入試制度のことについて話をしていきたいと思いますが、ここですね、個を伸ばす教育という、ことをスローガンに、この入試、教育の部分を考えていくという取り組みが行われていて、でこれは県の教育委員会の中で交わされた議論というのをちょっとこちらでまとめたものになります。で皆様のお手元のスライドには、これから現れるスライドというのはちょっと出てこないんですけど、少し具体的な話をするためにちょっと こちらをご覧いただきたいんですけども、こちら平成26年度の、大学入試の医学部医学科の、実績なんですね。でこちらご覧いただくと、全国の中で新潟高校が医学部医学科に唯一公立高校の中で一つトップ10の中に入ったということが週刊朝日の中でもこう掲載されたんですね。その掲載されたものをちょっとこちらで使っているんですけども、でこの合格者数53名の中に東大の理科三類に2名通っている。それからもう一つ注目すべき点は、合格者数がこの4年の中でずっと上昇しているという、そういった推移が見られるんですね。で、この53という数字の
中に一人ちょっと取り上げたい、人物がありまして、で、この、1名というのはもともと農会センターに小学生の時から小中高とずっと、こちら通っていただきまして、でこの春あの新潟大学の医学部に現役で合格した石川純太君っていう、子が、おりまして、でこの週刊朝日で、これが掲載されたところで中で、インタビューを受けて、でこのようなことをちょっと答えてるんですね。高2の医学講演会で山間部が多い新潟県の地域医療の過酷な現状を知り、派遣されれば県内のどこにでも行くと決心しました。で新潟高校というのは、まあ、理数科は、高校2年生になりますとメディカルコースとサイエンスコースとに分かれまして、で、まあ、メディカルコースの方では、こういった医療に触れる機会というのを、まあ、多くして、でそういった中で実際の現場とかそういうのを、まあ、見たり、いろいろ話先輩から話を聞いたりする中で学習意欲を高めていく、そういった環境が設けられています。でもそんな中で彼自身が自分が育ったこの新潟の地で、で医師として、頑張って活躍していく、まあ、そういったただ、まあ、医師になるということだけではなくて具体的なあのビジョンを持って、でこういうふうな医師になりたいということを思った、このことが非常に大きなことかなと思うんですね。で話をちょっと元に戻しますが、今言った石川君の話というのがこちらにあります、地域の未来と自らの生き方を考え夢や希望を持って学んでいける環境を作る、まさに彼が体験していること、考えていることというのが、まあ、ここに書かれているその新潟がこれから目指そうとしている教育の在り方の一つ、代表的な例なのかなと、思います。で、まあ、そういうふうな形で新潟を、まあ、より元気にしていく、変えていくという、中でその教育の現場から変えていこうという取り組みとして、その入り口が高校入試になるんですね。ですので、まあ、自分が将来のビジョンを、まあ、持って、だからこういう高校に行きたいとか、逆に高校の側が、こういうふうな人材に来てもらいたいとか、でそういったそれぞれの思いというのがすれ違わないように極力、一致するような、そういうふうな、ことをするためには従来のような内申点があって5科目のテストがあって、それ、同じテストで、全て測って、しまうというのではどうしてもわからない部分っていうのもあるんじゃないかなということで、この新入試制度というのが導入されたという、まあ、そんな経緯があるんですね。では具体的にはどういうふうな選抜方法があるかといいますと、大きく分けて2つ選抜方法があります。でこちら特殊化選抜と一般選抜で、特殊化選抜というのは、まあ、従来で言いますと推薦選抜に、近いんじゃないかな、スポーツであったりとかで文化活動、科学分野の活動に秀でた実績がある生徒というふうに書かれてますけど、でその選抜方法は面接が、まあ、主であって、あとはそれぞれの学科での実技というのが、課されます。でこちらにいらっしゃる方はおそらくこの一般選抜に該当する方が非常に多いんじゃないかなと思います。で今年から平成27年度から入試が2日間にわたって行われます。で1日目は従来の入試と同じ5教科のテスト、プラス内申点で1000点満点、ここは変わりません。ただその次の日2日目に、学校独自の検査というふうな形で今までとは全く違った形での入試というのが行われます。でその内容は平成27年度に関しましては、まず現在のところは筆頭検査 A、 筆頭検査 B、 それから作文、この中からそれぞれの学校がまあ、必要なものというかを採用して、試験として、使っていくというような形になります。
で、まあ、その配点として現在のところ分かっている段階で言いますと、全体が1日目のテスト数が1000点満点に対して、2日目のテストがおおむね新潟市内の学校であれば100点になるんですけども、新潟中央高校に関しては300点というふうになっています。ではどういったパターンがありますか、あるかと言いますと、まあここに4つパターンを載せてますが、まずは、まあ筆頭検査 A というもの、それから課題作文を採用する学校が新潟高校、それから筆頭検査 A を採用する学校、これが比較的市内では非常に多いパターンです。新潟南、江南、磐梯、長岡、柴田、牧、国際情報というふうな形になってます。で、一つ注目すべきところは、中央高校のパターンですね。先ほど、1000点満点の初日のテストに対して300点というふうに言ってましたが、その300点が作文で、課されるっていう部分ですね。なので、ここは非常に大きな割合を占めているかなと思われます。で、逆にパターン4の方は市内では比較的少ないケースです。こちらに書かれている新潟西、東、それから村上などの学校がそれに該当します。それでは具体的な問題というのをですね、皆様のお手元に、問題集があるんですけども、実際にちょっと問題をご覧いただきながら、少し説明というか話をしていきたいと思いますが、まず数学が問題集のですね、14ページに、掲載されています。で、実際今日は子どもたちも来てますので、後ほどですね、また解いてみて、見たらいいかなと思うんですけども、従来新潟の入試の中で規則性というのはこれまでも出題されてきましたが、それと比べても非常にルールが煩雑です。ですので、そのルールを見つけるためにたくさん書いたりするという手間が、かかるというのが特徴的な、になります。で、それに加えて、あとは説明する、記述をするというような部分というのも数学で課されています。ではその、隣のページに今度英語の問題があると思いますが、その、英語に関して、英語は、従来と変わらない長文の量ではあるんですけども、難易度は、やや高め で、で着目すべきポイントというのは、記述というのが課されています。全て記述での出題になっています。で、特に例えば括弧3番の問題なんかでいうと、自分の意見を英語でまとめるというような、ことが課されているんですね。ここが非常に特徴的、です。で、それから、ちょっとページをめくっていただいて、21ページに筆頭検査 B として国語の問題があります。で、この国語の問題というのは、文章の長さが非常に長いですね。もうこれびっくりするくらい長いと思います。今までにない、文章の長さなんですね。はい。で、その中で、読解をした上で、問題としては全て記述というふうな形になっています。これは非常に、訓練が必要になってくる、ではないかなと思います。で、今挙げた3つというのが現在教育委員会で発表されている例題です。で、これ以上のことは正直まだ発表されてないので、農会センターとしてもまだこれ以上の詳細というのはわからないというのが現状なんですね。で、これから夏を迎えますから、こういった対策というのも少し考慮に入れながら、ただそれは推測、ある程度こう推測していきながら、こんな風な問題 でこういうことが要求されるんじゃないかということを、推測しながら知っていくしかないというのが現状のところなので、そのあたりは、新しい発表等がありましたらまた、随時、お伝えしていくという形になると思います。で、この英語、数学、国語
全てにおいてまずキーワードとしては書くということと考えるということ、これがこの筆頭検査の中で要求されていることなんですね。でこの、書くとか、考える、考えるというのは、まあ、難しい問題だけども、まあ、分からないからといって簡単に諦めてしまうということではなくて、何か書けば、書き続けていったら何か規則が見えてくるよとか、そういった問題が出題されるというふうに、まあ、推測されるんですね。であれば、まあ、その書くということをしないといけない。でも普段から書くという習慣がなければ、それっていうのは多分短期間で何か対策をすればすぐに身につくということではなくて、やはりあの普段からの心がけという部分が書くとか考えるということは非常に大事で、まあ、逆に言うともう今からすぐにそういうふうな意識を持って普段の学習に、取り入れるということが、大事になってくるかなっていうふうに、考えられますですので、まあ、早い段階で、まあ、こういったことにまずアンテナを張って、で難しい問題を例えば夏期講習の中で夏休みの中で取り組んでいくときに、まずは闇雲に例えば2時間とか3時間とかずっと考えるとかっていうふうにしてしまうと多分心が折れてしまったり、ただダラダラした時間が流れてしまうと思いますので、例えば難しい問題に取り組む場合は必ず時間を決めるというのが、いいと思います。何時から何時まで大体30分ぐらい、っていうふうに自分で時間を決めて、その時間はとにかく徹底的に考えるとか、そういうふうな、まあ、些細なことでも訓練として十分通用する、力が、それが毎回繰り返していけばですね、力というのはついていくんじゃないかなと思います。まあ、いずれにしても現在分かっている中でできることというのを、我々の方からも脳科医センターの方からも、まあ、指導の中に取り入れていきたいと思っています。はい、それでは、話をちょっと変えまして、今度は新入試制度だけではなくて全入試制度全体についての話になります。でこれからの簡単な流れですけれども、主に10月11月の中で農会の中で懇談会を行って、ほぼここで私立高校公立高校の入試が、まあ、確定していく。で12月の懇談、学校での三者懇談で私立の高校の願書を出すということで私学校が確定していく。そして1月になりましたら1月の中旬から私立の入試がスタートしていき、2月に、特色化選抜、それから3月は、3月の9日と10日、2日にわたって、一般選抜が行われます。はい、それでは今度は得点数値についての話になります。で総合得点の1日目のテストの総合得点の考え方なんですけども、まず学校での内申点調査書というのが135点、で、当日の1日目のテストの5教科のテストが500点満点、これを3、新潟市内であればおおむね3対7の、割合で内申点と学力テスト、学力の、点数というのが配分されて、それらを内申点の方を300点に換算しまして、でテストの方をですね700点に換算して合わせて1000点満点で、この高いものから順に、従来であれば1日目のテストで終わりでしたので、得点の高いものから順に、合格が決まっていくという仕組みでした。では、じゃあ実際どれぐらいの点数を取れば合格することができるのかという合否分岐ラインということについて話をしていきますが、このラインの決定方法というのは、毎年中学3年生が入試が終わった後に復元会というものを行って、その高校から直接足を運んでいただいて、で、当日の答案を復元していただく。で、そういった中で我々の方で採点して、でデータを毎年こう蓄積していった中で、こういった数値がですね、得られたんですね。で、データとして、ちょっと信頼できる数というのもあります。
ますので、ここにあるのが新潟高校の普通科から、理数科と、新潟南高校の普通科、についての数値になります。でご覧いただくと、分かる通り平成24年度と25年度のところに大きな点数の隔たりがあります。でこれは平成26年度も同じような傾向が続いてますので、原因というか理由として考えられるのは平成25年度から本格的に新指導要領が入試の中に、入ってきているというのが、入試問題が難化しているという、要因だと思います。ですので今年平成27年度の入試に関しても同じくこれぐらいの数値になるんじゃないかなというふうにお考えいただいていいと思います。では今度はそれぞれのお子様が今度は内申点は皆さんバラバラだと思うんですね、ですので当日1日目何点ぐらい取ればそのボーダーラインにたどり着くのか、例えばここには一例として新潟高校の普通科の場合ということで先ほど、提示したラインとして780点、このラインに到達するためにこの左側に現れた数字が内申点になります。で内申点というのは3年間で、135点で、まあ、1年で、まあ、9教科で5点ずつで満点としたら45点かける3で135点、であとはもう皆様の、お子様の通知表の数字をちょっと思い出していただいて、だいたいオール5で135、オール4で108ですので、あとは5と4がどれぐらいの割合かというので、こちらの点数、だいたいどれぐらいかなということを、想像していただいて、でこの真ん中に出てくる数字が実際に780点に到達するためには、本番これぐらいの点数が必要ですよという数字になります。はい、では最後に、この後各教科の説明をしていきますが、この中で合否分岐問題という言葉がいくつか出てきます。で合否分岐問題というのは、まあ、どういうふうにして採用して選んでいるのかということなんですけども、ある、まあ、一つの、まあ、テストがあったとして、解きやすい問題から順に確実に得点できたと仮定して、で例えばその学校のでその教科に必要な点数が仮に80点だったとします。じゃあそこまで確実に取りやすい問題からしっかり取っていったと仮定して、ちょうどこの80点目の問題、この80点目の問題に該当するのが合否分岐問題というものになります。このようにしてその合否分岐問題というのを決めています。はい、ではここから各教科についての分析の説明をしていきたいと思います。